れから部活か？うん、まあな。今日は練習ないんだ。だから嫌だって言ってるだろ。誰もそんなこと言ってないじゃない。でも真剣に練習してるあなたはかっこよかったよ。真面目に練習してる時の顔はおちゃらけてる時の30倍はマシかしら。でも元が大したことないからどうしようもないけどね。ない方がいいわよ。あ、でも買っていった方がいいって言ったのナオリちゃんだから。何言ってるのよ。買ったのはまなみでしょ。でもうん。あれ？あそこにいるのなえみじゃない？こんにちは、のえみちゃん。何してるの、のえみ。なおりちゃん、まなみちゃん。うん。もう帰ろうかなって思っていたんだけど。今日は図書委員だったの？うん。あ、でも今日は図書館早く閉めることになってて、じゃないの。ただ今日はグラウンドが空いてるなって思って。そうなんだ、知らなかったな私。あ、それじゃあサッカー部は毎週木曜日がお休みなの？大会？ねえお兄ちゃん、サッカーの大会って次はいつ頃なのかな？そう。あ、じゃあ私そろそろ帰るね。お店も手伝わなきゃいけないし。どうしたのかしら、のえみ。なんか様子がおかしかったよね。なんか知ってる？帰りなの？そうなんだ。あ、うん、お買い物。お夕飯の材料買いに行くの。ただのお買い物なんだから。それに部活で疲れているでしょ。お願いしようかな。商店街のお店に詳しいんだね。実はね、私は小さい頃この商店街でお買い物したことなかったからお店とかよく知らないの。あなたがいてくれて本当に助かっちゃった。それにここでは顔なじみなんだね。から買い物するたびにおまけしてもらってるから、なんか得しちゃった気分。これからはお買い物するときあなたに付き合ってもらっちゃおうかな。私ってば。ミネラルウォーターが安く買えるところってあるかな？調子に乗っちゃっていろいろ買っちゃったから、やっぱり私が持つよ。ごめんね。ってどうなったの？もう一つ寄りたいところがあるんだけど、いいかな？荷物置いてから来た方がよかったね。お参りしていこうか。大会でいい成績を残せますようにって。うん。あ、ちょっと子供っぽかったかな。うん。じゃあ、早速お参りしよっか。あ、お賽銭、お賽銭っと。優勝できますように。おかげでお金浮いたからそれに私は応援することしかできないし、あ、もうちょっと奮発した方が良かったかな。頑張ってね。私、何もしてあげられないけど。あなたなら、絶対大丈夫だよ。ああのみちる先生がなんと学校のどこかで男の子と密会してるんだって。そうなのよ。ただ場所まではわからなくてね、仕方ないから報道部の人間総出で先生を探してるところだったの。で先生探すのを手伝ってほしいんだ。その可能性も否定できないわね。でもとんでもないスクープって可能性だってあるじゃない？取れるものじゃないの。もし情報の 99% がガセネタだったとしても、残りの 1% の可能性があるならば、その 1% を追求して初めて得られるものなのよ。そういうわけだから、さあついてきて。事の真相をつかむまでは他の人に言ったりしちゃダメだよ。驚いたのはこっちの方よ。急に大声出すんだもの。それよりあんた何やってるのよ、こんなところで。保健室に用事？先生なら今は職員室にいるわよ。どうしちゃったのよ、さっきから変よ。とりあえず鍵開けるから中に入りなさいよ。何よさっきから。先生に保健室の鍵を開けといてくれって預かったのよ。保健の先生よ。あとスペアが職員室にあるんじゃない？ってなんでそんなことを聞くのよ。もうなんか怪しいわね。どうだか。まあいいわ。とりあえず中に入りましょう。何？それで保健室に来たってわけ？たく、何言ってんのよ。そんなことあるわけないでしょ。デマよデマ。まあ仮にもしこの学校にそういう相手がいたとしても、わざわざ危ない橋を渡ってまで学校内で会うこともないでしょ。先生臨時講師なんだから、そんなことが学校側にバレたらまずいじゃない。だったら放課後に学校外で会う方がよっぽど安全じゃない。第一、この学校に来たばっかの先生がいつそんな相手を見つけたっていうのよ。まったく変な情報に踊らされてるんじゃないわよ。もし先生がいたとしたら、あんたがここにいることはとっくにバレてるわよ。私たちがここで話してることは中に筒抜けだから。保健室って意外と防音がなってないのよ。だから室内が静かだったりすると、廊下の会話とかも結構聞こえてくるの。だからもう開けるわよ。ほら、誰もいない。まったく美和子にも困ったものね。そんな話ばかり追いかけて。あんたもいつまでもそんなのに付き合ってるんじゃないわよ。済んだんだったらさっさと行きなさい。あ、美和子にもくだらないことしてんじゃないって言っておきなさいよ。